はい、皆様、やばいです。ほんとやばいです。今日銀行に行きまして、その中で人生100年時代突入みたいな言ってまして、そもそも100歳まで生きるんかなと思うわけですよね。それが100歳まで、今皆様人生は100年時代ですから、ちゃんと予定を立てて貯金をしましょうみたいなことをその銀行さんで言われておりまして、なんだろうな、100歳まで生きるおつもりですかと。いや、もちろんね、100歳まで生きれたらいいですよ。ただ、あとがその、年取ってお金あっても何にもできませんからね。それよりか、若いうちにね、自分がやりたいことをね、やって、そこにお金を注いだ方が楽しいなと思うわけですよね。まあ、いろんな考えありますけども、私はそう思うわけですよね。だから、今日本当思ったのが、人生100年時代突入みたいなこと言われても、いや、相手方、私はそんなふうに思ってないしってことですよね。そんな何歳まで生きる予定とか分かりませんからね。っていうのはあるんですよね。だから皆様、今を生きよう。よろしく。